ではないものにこの力を使ってしまった場合、即座に私自身が命を失うよう条件をつけた。制約と制約。まあ、信也君を撃った森林監視官ってあなたね。思ってたよりずっと可愛い子。顔に似合わず思い切ったことするもんね。姫、これはお仕置きですね。こんなものがありましたので、ぜひ私に。黙ってなさい。お仕置きですね。なんでオイラなのさ。やめなさいって。代わりに私の秘密も教えてやるよ。これで私と太一は運命共同体だ。私もお前を置かずにしたことがある。え？何気安く触ってやがるです。いきなり触りやがったの。驚いただけだろです。早く続けろやです。駿河だ。カンバル駿河、得意技は B ダッシュだ。カンバル駿河、職業は荒木先輩のエロ奴隷だ。それに対しては断固嘘をつけと言うぞ。ん？その声とツッコミは荒木先輩だな。そうだよ。でさ、あの時ドローって言ってドバドバって血出てさ、みんなぐちゃぐちゃになったろ。それからデロデローっとなってバーンって吹き飛んだところとかさ、で落ちたのがベチャーって、ほんとベチャーってマジ面白いのな。先輩黙ってて。たまらないな。実を言うと、B 君もなかなかめでがいがありそうというか。いや、いや、オイラ慣れても楽しくねえぞ。やめろ。ためらうことなく逆襲した。楽しかった。本当に楽しくてたまらなかった。それが真実の私、ブス島サイコの本質なのだ。もしかして百瀬さん、去年くらいにバスラのオンリー出てた。小柳さんがなぜそれを。まさかあなた、もしかしてさん。あの男には戦場で笑えるだけの強さがある。あの男を殺して私も。一族が死んだのも、あの一族が死んだのも、お前のせいじゃない。全部、全部、私が。どうだっていいだろう、そんなこと。ん？私はずっとお前と一緒だ。セルフィー。このバカ、調子に乗るな。こんな街中でお前。